グッチスマッシュはね、サイドになってきて、そうだね、でも優しいのかな、ちょっと触ってた感じで、そう、ま、俺の方になってそう、ちゃんとサイド気をつけてます。やたるで、バドミントンはここからです。ここからYeah!
めちゃめちゃうまい。あー、ナイス。ありがとうございました。おほほほ、入った。ということで、ケイスケさんありがとうございました。お疲れ様でした。いや、でも結構あれでしたね。点数とか関係なしに、ワンゲーム目特に競ってたし、めっちゃ競ったね。セカンドもね、ところどころいいラリーもあったりとかで、何かしら映えたんじゃないでしょうか。まあ、後半のあれはどうなるかちょっとよくわからないですけど、まあ、なるべく宮城が悪く映らないように気をつけて。宮城めっちゃいいとこです。ワンチャンエポク TV の低評価数ちょっと増えちゃったけど。バット多いな。な、最近ずっとバット多いのよ。な、批判コメントめっちゃ来るな。この動画のせいかもしれない。もうね、作戦通りやね。やっぱ牛タンね、食べてほしかった。そうやね、食べさせたかったもんね。ありがとうございます。ごちそうさまです。勝たせてあげたって言うからね。うん、今回時間かけて来てくれたからだよね。今回はね、しゃーないな。食べさせた。あれ、お宮に来てくれなくなる。感じ悪いやつみたいになっちゃう。まあそんな感じで、うん、まあ、またあのこの4人でもなんか組み替えたりとかね、逆になんか冗談舞台ダンダブとかやってもいいし、まあそんな感じのとかもまた動画も撮りましょう。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。てな感じで動画は終わったんだけど、宮城遠征お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、なんかまあ俺ら勝ったやん、うん、ね、今回の動画って、まあ、負けた方が牛タンおごるミックスみたいな感じでケイスケさん言ってたじゃん。俺ら今回の旅で牛タン食ったっけ。牛タン食べてないね。牛タン食べてないよね。牛タンじゃなくてなんかはま寿司食ったよね。なんかまず食べたね。あの牛タンとの高低差すごない。どっちかというとよっしゃ仙台牛食いに絶対に勝ちに行くぞっていう気持ちで行ったよ。そしたらなんか愛知にもあるはま寿司にね、俺はちょっと何かでね、なんかちょっとこのままじゃ終われないよね。なんかね、牛タン食ってないね。牛タン食ってないね。なんかね、ちょっとケイスケさんにさ、牛タンか、あのケイスケさん家の近くのあの美味しいパン屋さんがあったじゃないですか。はい、ね、すっごい美味しかった。本当にめちゃくちゃ美味しかったよね。めちゃめちゃ美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。あのパン屋さんのパン、ちょっとここまでみたいな、送ってくださいよ僕ら。パンでいいの。いや、ダメだダメだね。やっぱあの動画ではちゃんと牛タンって言ったからね。ちょうどあのさっちゃんがいい肉の日が誕生日、11月29日誕生日、いい肉の日にはやっぱ仙台牛くらいいい肉のね、牛タンが食べたいわな。パンでいいんかい。結局もう有権利あるからね俺らね、勝ったから。あんな堂々とあっちからねダーンって言っといてね、なんぼでもって言ってたね。ね、なんぼでもって言ったよね、うん、ちゃんと証拠を VTR なんぼでも、ね、今流した。まあ総じて宮城、まあ、楽しくやれたから、まあ次はちょっとなんかあのこっちまでね、こっち勝ったから、あのリベンジしに来てもらってねっていうのやりたいですね。また今度何かける。愛知だからひつまぶしとかちゃう。絶対勝っておごらせよ。っていう告白 VTR でした。告発。あ、っていう告発 VTR でした。あとじゃあ、そうじゃん、あの一応ね、あの YouTube チャンネル始めたんで。まだ何もしてないけど、とりあえず YouTube チャンネルの解説したんで、ぜひね、あの概要欄の一番トップにさっちゃんのあの動画っていうか、あのチャンネルの URL 貼っとくんで、ぜひあのクリックして登録してあげてください。まあ、バドミントンは、まあ、ないかもしれないけど、まあでもあのサチの日常みたいな感じの動画が多分上がると思うんで、ぜひね、あの見たい方見てください。ではまたな。